聖大、アントニオス、あるいはダイアントニオは、キリスト教の聖人、修道士生活の創始者とされる。ラテン語から聖アントニウスとも表記される。聖教会では、ゴ業者かつ煮物聖大、アントニーと記憶される。アレクサンドリアのアタナシオスによると、250年頃、エジプトの甲まで生まれ、経験な両親に、キリスト教徒としての教育を受けたという。 20歳になった頃両親と死別、その後財産を貧しい者に与え、自らは砂漠にこもり苦行生活に身を投じる。305年頃、アントニオスが町で行った説教に心を打たれた、修道僧らと開いたのが修道院の始まりだという。しかし彼はそれでも飽き足らず、再び修行に、励み356年、105歳という長女を、全うしたと伝記には記されている。 エジプトのアントニオス修道院諸々の誘惑を象徴するかのような怪物に囲まれ、苦闘する聖アントニオスの姿は美術の題材として好まれ、代表的なものは聖アントニオスの誘惑として知られるヒエロニムスボス、マテアス・グリュー・ネバルト、マルティン・ショーンガウアーの作品や聖アントニオスとして知られるアルブレフィト・デューラーの作品など、公共曲、画家、マチスから、 第三学章、聖アントニウスの誘惑ギュスターブ・フローベール、聖アントワールの誘惑聖アントニウスが、動物、貧者、病人を、祝福ばっかく菌、中毒、単独、脱走中世ヨーロッパで、聖アントニウスの日と呼んだ。大アントニオスに祈ることで、治癒されると信じられていたからである。動物の守護聖人とされ、生命祝日1月17日には、アントニオ祭として、ペットや、 家畜の祝福が行われる。ありがとうございます。